どうも皆さん。じゃがいもです。マリサだぜ。今回は、黒曜石無限採掘装置の作り方を、皆様にご紹介します。今回の装置を使えば、黒曜石が無限に手に入るぜ。作り方も簡単です。では、早速作り方について解説したいと思います。早速解説だぜ。まず最初に、必要素材を確認しましょう。必要素材はこれだけです。低コストですね。スライムブロックは仮ブロックだから、他のブロックでも良いぜ。早かったら一時停止して必要素材を確認してください。さあ、早速作っていきますよ。まずエンドポータルを見つけて、エンドポータルを起動してほしいのぜ。エンドポータルを起動したら、この位置に仮ブロックを置きます。そして仮ブロックに下向きでドロッパーを設置するぜ。下向きです。向きに注意してください。こんな感じです。このドロッパーがエンドにアイテムを送るぜ。エンドポータルに物体が挿入されると、初期地点の黒曜石が修正されるぜ。一定時間ごとにエンドにアイテムを送ることで、初期地点の黒曜石を修正しているというわけです。それにより無限に黒曜石を採掘することができるというわけだぜ。そしたら次は、ドロッパーでアイテムをエンドに送る仕組みを作ります。まずドロッパーの隣にレッドストーンブロックを設置してください。そしてレッドストーンブロックの後ろに、粘着ピストンを設置するぜ。そしたら次は、この位置に粘着ピストンを設置します。こんな感じになっていれば OK だぜ。そしたら次は、レッドストーンの横に仮ブロックを設置します。その仮ブロックにホッパーを設置するぜ。こんな感じです。そしたら、このホッパーに向き合うようにホッパーを設置します。ホッパーの中をアイテムが行き来するクロック回路だぜ。お互い向き合うように接続されていることを確認してください。そしたら次は、ホッパーの後ろにブロックを設置します。ブロックを設置する位置はホッパーの一段下の段だぜ。注意。ホッパーの後ろに2つ、粘着ピストンの後ろに1つブロックを置きます。反対側も同じように建築ブロックを置いてくれだぜ。そしたらホッパーの後ろにコンパレーターを設置して、コンパレーターと粘着ピストンをレッドストーンダストで接続します。コンパレーターの向きに注意してくれだぜ。こんな感じです。そしたらドロッパーの後ろにホッパーを接続して、その上にチェストを設置してください。このチェストにアイテムを入れて、ドロッパーでエンドにアイテムを送るぜ。そしたら次は、この位置にネザーゲートを作ります。プレイヤーがエンドポータルに入らないと、ジャンクの再ロードがされず、初期地点の黒曜石が修正されないぜ。ですのでネザーゲートでネザーと現世にドロッパーでアイテムを送り合うことで、ジャンクを再ロードさせる仕組みを作ります。黒曜石を設置したら、ネザーゲートの前に、横4、縦3、深さ3の穴を掘るぜ。この穴の中に、ドロッパーでアイテムをネザーと現世に送り合う装置を作ります。プレイヤーがエンドポータルに入らなくても、エンドの初期地点の黒曜石が修正されるようになるぜ。穴を掘れたら、ネザーゲートの下も掘り抜きます。奥に3マス掘り抜くぜ。2マスで十分ですが、余裕を持って3マスほど掘り抜いておくと良いと思います。こんな感じになっていれば OK だぜ。そしたら次は、縦に3つドロッパーを設置します。上向きで置いてくれだぜ。3つ置いたら、4つ目をネザーゲートに向けて設置します。向きに注意してくれだぜ。そして、1つ目のドロッパーの後ろにコンパレーターを設置します。コンパレーターの後ろに建築ブロックを設置して、建築ブロックの上にレッドストーンダストを設置するぜ。こんな感じです。そしたらコンパレーターの上にオブザーバーを設置するぜ。レッドストーンダストの方を向くように設置します。そして、オブザーバーの上にオブザーバーを設置するぜ。オブザーバーの方を向くように下向きで設置してください。設置できたら、オブザーバーの上にレッドストーンダストを設置するぜ。こんな感じです。それぞれの向きに注意してください。そしたら次は後ろに回り込んで、アイテムをホッパー付きトロッコで回収する仕組みを作るぜ。まずドロッパーの後ろにホッパーを設置します。
ドロッパーに向けて接続してください。そしたら、ホッパーに向けてホッパーを接続するぜ。レールを置いて、建築ブロックで壁を作ります。レールの上にホッパー付きトロッコを2つ置いて完成だぜ。これでプレイヤーがエンドポータルに飛び込まなくても、再チャンクロードする仕組みは完成です。ちょっと狭かったら広げてもいいぜ。まあ、意味はないんだけどな。仕掛けができたら、ネザーに向かいましょう。ネザーで同じ仕組みを作ります。通路を広げながらネザーに向かうぜ。この辺は各自お好みでアレンジしてくれだぜ。おっと仕掛けが作動してしまった。ではネザーに向かいましょう。ここで注意点があるぜ。周囲にネザーゲートを作ったことがない場合、このネザーゲートは新しいゲートへと繋がるぜ。しかしすでにネザー内にネザーゲートを作ったことがある場合、今回のネザーゲートは既存のネザーゲートへと繋がるぜ。これネザー転移型の TT 作るときとかも厄介なんだよね。簡単な対処法を皆様にお教えしたいと思います。知っておくと便利だぜ。はい。私はすでにネザー内にゲートを作ったことがあるので、既存のゲートへと繋がってしまいました。これは、地上のゲートが2つあるのに対して、ネザーにはゲートが1つしかないのが原因だぜ。対処法はとても簡単です。先ほどのゲートに対して、既存のゲートより座標が近いゲートをネザーに作成するだけです。現世のゲートとネザーゲートは、X、Y、Z 座標がより近いゲートと繋がろうとする性質があるぜ。具体例を見てみましょう。こちらが先ほど現世に作ったネザーゲートです。X 座標は -609、Z 座標は1423です。そしてこちらが既存の現世のネザーポータルの座標だぜ。X 座標は -601、Z 座標は1456だぜ。つまり、X 座標、Z 座標ともにさらにマイナスになる方向にネザーゲートを作れば、先ほどのネザーゲートはそちらのネザーゲートに繋がるというわけです。まあ、百聞は一見にしかず。実際に見た方が早いぜ。X 座標のマイナスが加速する方向、Z 座標のマイナスが加速する方向に進みます。こっちですね。こっち方面のどこかにネザーゲートを作れば先ほどのネザーゲートに繋がるようになります。極端に離れすぎるとちゃんと繋がらず変な場所に新しいゲートができるから注意してくれだぜ。この辺に作ろう。先ほどのポータルの向きに合わせてネザーポータルを作成してください。わからなかったらもう一回入り直して方向を確認してくれだぜ。あと今回 Y 座標が新ネザーゲートと既存のゲートで一緒ですが、Y 座標も確認してください。Y 座標がより近い方と繋がろうとします。ネザーゲートの使用めんどいよね。できた。着火して入ってみよう。座標が正しければ、ちゃんと繋がるはずだぜ。X 座標と Z 座標はネザーでは現世の8分の1されるので、ピンポイントで合わせるという方法もあります。無事に繋がったな。ネザー側にもちゃんと繋がってるか確認するぜ。繋がった。うまくいったようですね。このように、ネザーゲートを繋げば OK です。あとは、現世側と同じように装置を作成していきましょう。現世のネザーゲートから出てきた方向にドロッパーを置いてくれだぜ。まあ、方向はどっち向きでもいいんだろうけど、念のため。ホッパー付きトロッコでアイテムを回収して、ドロッパーにアイテムを送って、アイテムをネザーに送ってるんだぜ。できた。そしたら現世に帰りましょう。ここまで来たら完成まであと一息だぜ。次は、エンドで黒曜石を回収する仕組みを作ります。黒曜石の下にホッパーとチェストを設置するだけの、簡単なお仕事なのぜ。黒曜石の端っこに一段下げてチェストを設置します。仮ブロックを置いて設置すると簡単だぜ。向きはお好みで OK です。端から始めれば OK。こんな感じでチェストを設置して、チェストにホッパーを接続するだけだぜ。ホッパーが他のホッパーに繋がるように接続してください。向きに注意。こんな感じになっていれば OK だぜ。割とすぐチェストが満杯になるので、もう一個くらいチェストを増設しておきます。一稼働で6400個くらいの黒曜石が手に入るから、100スタック格納できれば OK。ラージチェストは54スタック格納できるから、ラージチェスト2個あれば OK だね。こんな感じになれば OK。これで黒曜石無限採掘装置完成です。あとは稼働させるだけです。では稼働させます。
まずは、一番下のドロッパーに、適当なブロックを一つ入れてください。ネザーゲートをアイテムが行き来してれば OK だぜ。うん、うまく稼働しているね。そしたら次は、エンドにアイテムを送る装置を稼働させよう。ここはパターンが2通りあるから、注意してくれだぜ。ビーコンを使うかそうでないかです。ビーコンを持っているか持っていないかでパターンが変わります。まあ、そんなに難しくないぜ。まずパターン1は、ビーコンを持っている場合です。その場合、チェストの中にまず20スタックのアイテムを入れてください。そして、ホッパーの中に13個のアイテムを入れます。ネザーライトかダイヤモンドのツルハシで、効率5、耐久力3のエンチャントを施してください。つけられなければつけなくても良いぜ。効率は落ちるけどな。この条件で3時間40分稼働し続け、約6400個の黒曜石が手に入ります。この缶はピッケルが壊れることはないぜ。逆に言えば、ピッケルが壊れないギリギリの時間を調整するために、20スタックのアイテムと13個のアイテムをチェストとホッパーに入れるんだぜ。実践してみます。まず、チェストに20スタックのアイテムを格納します。格納するアイテムは何でも OK だぜ。そして、ホッパーに13個のアイテムを格納します。あとはエンドで3時間40分黒曜石を掘り続けるだけだぜ。次はパターン2です。ビーコンがなかった時の場合です。その場合は、まずチェストにアイテムを20個格納して、その次にホッパーにアイテムを17個格納するぜ。先ほどと同様に、ネザーライトかダイヤモンドのピッケルに効率を、耐久力3のエンチャントを施しておいてください。この条件で、4時間50分稼働し続け、約6400個の黒曜石が手に入るぜ。もちろんこの時間はピッケルが壊れることはないぜ。実践します。まず、チェストに20スタックのアイテムを格納します。そしてホッパーに17個のアイテムを格納するぜ。あとはエンドで黒曜石を4時間50分掘り続ければ OK だぜ。最後にこの装置の仕掛けをちょろっと解説しておきます。ホッパー同士を接続してクロック回路にしています。ホッパーにアイテムが来た時だけコンパレーターが信号を発します。コンパレーターから信号を受け取った粘着ピストンが、レッドストーンブロックを動かすぜ。レッドストーンがドロッパーの隣にある時だけ、ドロッパーがアイテムをエンドに放出します。それだけの単純な仕組みだぜ。考えた人すごいな。次はこちらの装置の説明です。こちらはホッパー付きトロッコからドロッパーにアイテムを格納します。ドロッパーにアイテムが格納されるとコンパレーターが信号を発するぜ。コンパレーターからオブザーバーに信号が伝わり、2段目、3段目、4段目のドロッパーが稼働します。2段目のオブザーバーを3段目のオブザーバーが検知してる感じだな。って感じです。簡単にだけど仕組みを説明してみました。ちゃんとアイテムが行き来してるな。これ本当に考えた人すごいよね。どうやってこんなの思いつくんだ？さて、ではせっかくなので今回はビーコンを使ってみます。ビーコンがない人はパターン2の方で黒曜石を掘ってね。時間がかかるだけで手に入る黒曜石の数は一緒です。時は金なりだけどな。ビーコンは 9×9 で1段目を作り始めると、最大出力になります。ビーコンの作る位置はビーコンの範囲内ならどこでも OK だぜ。だんだんにしていきます。全部で4段です。できた。そしたら、採掘速度上昇2の効果を発動させるぜ。鉱石が必要なのであらかじめ用意しておいてください。この状態になったら、あとは掘るだけだぜ。では、レッツ掘り掘り。ちゃんとうまくいってるか、ドキドキだぜ。ビリー・ヘリントンを超えるぞ。おお、ちゃんとうまくいってるね。成功だぜ。んじゃ、あとは1時間放置して、結果を確認しましょう。F3 プラス T で左クリックを自動化しましょう。あとは放置するだけです。カットー！ 1時間経ったぜ。うむ。よし、結果を見てみよう。おお、いっぱい取れてる。1647個か。
案外少ないな。平均だと1848個取れるらしいが、まあ、それでも十分な量だね。これでもう黒曜石には困らなくなったぞ。黒曜石は使う機会が多いからな。あって損はないな。現世にゾンビビッグマンポータル TT を作る時なんかは重宝されるね。手軽に作れるしね。まあ、総合版だとゼロチェック式っていうのがめちゃくちゃ効率良いみたいだから、ポータル TT 作る必要性は低いかもしれないな。まあ、とにかくないよりあるに越したことはないよね。というわけで、黒曜石無限採掘装置の作り方の解説動画でした。いかがだったでしょうか？今回の動画が、少しでも皆様の参考になりましたら幸いです。制作コストも低めだし、制作はとても簡単なので、よければ皆様も黒曜石無限採掘装置を作成してみてください。よければチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. See you next time. またね。